はい、テニス選手、サッカーです。今日はですね、その子の指導をするときにね、いいところを伸ばすのかってね、悪いところをフォローするのかというね、これ前回にもちょっとお話ししたんですけども、どっちの、指導がいいのということで、結論から言ったらね、両方いるんだよね、っていうことですよね。偏っちゃダメですよ。間違いなく言っときます。偏っちゃダメ。まあ、中には当たる子もいるからね、それはそれでいいところ伸ばしたらいいと思うんだけど、よくその素材を見て、なんていうかな、いいところ伸ばした子もいる、いいかもわかんないけど、悪いところも着手していかないとダメな子もいるのも確かだから、そこ見逃すと大変なことになりますからね。ちょっと注意しておいてください。例で話していけばですね、ある子ジュニアがいたんですよね。これ、まあ似たような子ジュニアですね。まあ何人かいるんだけど、どう考えても動きおかしいのね、うねになってこうねなってるとか。で、それから、ある子はちょっとあんまりこう早く走れないとかね。で、そういうふうなこういろんな問題があったのね。で、そこでまあ、できるだけいいとこ見てあげたいんだけど、とかって言われるのね。まあ確かに、いいところはね、あるので、双方ね、なんかね、一応ね、識別能力って言われるね、棒の扱いはね、うまかったのね。だからこう、こないだだけども、ピーとかね、ヘッピーとかね、コントローラーそれなりにいいし、で、距離感も合ってるし、だから、テニスって大事な要素って定位能力と、それと識別能力すごく大事だから、この、動きはおかしいんだけども、でも一応ね、距離はそれなりにこう合ってるのね、そこは大丈夫か、とか思ったのね。じゃあ、その子はそこがいいからで、じゃあ、それ、そこを伸ばせばいいのってなってくると。で、そんな子もいたのなしかね、なんかね、もう、切った、張ったでね、なんか、くねんねんだから、一応勝つの強いんだよね。確かに痛いよ、なんかおかしいのが。でも、やっぱりね、僕、後半言っとくけど、すごい苦労してます。もう今見てるけど、すごい苦労してます。なので、この、なんか、その、なんていうの、まあ、関係するんだけど、その体の中の骨のリズムに問題があったんだけど、それ解決しないままほったらかしにするからね、なんか今でもおかしいんだよな、なんか、そんなのね。で、それ言ってももうしょうがないから、もう私が指導してるわけじゃないし、で、言っても嫌味になるしって、で、それとなく遠回しに言ってもなんかプッとされるしね、だったらもうやめたとか思って何も言わないんだけど、そういうのもあるわけよね。で、そういう子になってくると、なんていうかね、本来その子のいい、その子たちのいいとこって、識別能力、もっと、なんていうか、ボールの扱いとか、結構ね、いろんなスポーツさせたら上手いらしいのよ、なんかね、こういろいろね。で、距離感も合ってるし、だから、ボール投げもすごくよく飛ぶし、そこはそこでいいんだけども、その動きの悪さがもう全部、そのいいところをね、もう包み隠しちゃってるのね、スポイルしちゃってて、もうどうしようもないのね。で、そうなってくじゃあどうなるのって、じゃあいいとこ伸ばした方がいいのって、その子に関しては違うね、そういう子たちは、その悪いとこ直さないとどうしようもないのよ、なんかね。で、もあるとこも言われたんだよね、なんかもう、なんかね、ある指導者にね、いいとこ伸ばすように指導しないとダメなんだよ、みたいなこと言われたんだけど、何言ってんだと思ったんだけど、それはそれわかるよ、確かに。でも、その、いいとこを完全にスポイルしちゃってんだもんな。だから、まあ、その直し方っていうと、体の機能ね、もう体の機能から、まあ、体の使い方が、ちょっとチェックしていくんだけど、で、これって、正直ね、状況によってはコーチだけではね、なんていうのかな、手に負えない場合ってあるんですよ。人体の中のことだから。だから、体の中の、まあ、ただ骨格レベルで言えば、ちょっと問題がある部分もあるのね。まあ、障害ってわけじゃないんだよ。確かにあるの。だから、まあ、以前はうちにも理学療法士がいて、テニスが分かる理学療法士だから、それをすごいこうチェックしてトレーニングして動きをこう動作してね。まあ、理学療法士は動作改善できるので、まあ言ったら、事故か何かで体のね、なんかがこう不自由になった人を、現存機能、残った機能をいかに使って、日常生活でね、戻していくか、まあ、それ理学療法士だったり、作業療法士さんなんだけど、腕利きの人ってそういうのをこう直せるのね。なので、そういう人が見たら結構ね、その能力ってすごくて、で、なんていうかな、動きの矯正にもよく使いたりするのね。で、そんな人が、テニスに来てくれたわけだから、もう、ましてや、テニスの技術全部わかってるし、まあ、通過だし、まあ、元うちのジュニアだったから、それも言えるんだけど、まあ、大阪も優勝してるし。だから、すごい、もう通過で話せるからね。そういうので、こう、改善していったりとかね。で、今はちょっとその、コーチはもう、コーチというか、トレーナーはもちろん世界の、こう、いろいろ回ってるから、今いないんだけど。
テリスエナジー解散しちゃってからね。で、今はまあ別のね、柔道整復師さんで、柔道整復師さんってあまり動作解析ってする人じゃないんだけど、どちらで痛みを取ったりとかと、そっちが専門なんだけど、動作解析からうまくこうね、持っていく、ちょっとバイメカ的なものじゃないんだけど、そういう方いらっしゃって。で、まあ、動きをね、ちょっと見てもらって、障害になるようなところとか、そういうのを、こう、どんどん改善していってくれるのね。だから、そういう、こう、なんていうか、専門的な、人の力を借りながらやらないと、人体のことって解決できないから。なので、テニスの、コーチに、頼んで、大まかなね、フォームっていうのは、こう、直せると思うのね。でも、昔みたいにフォームを作るっていう発想ではなくて、体の人体の中から考えていこうっていう、機能分析って言われる発想からしていけば、やっぱり、なんていうかな、もっと専門家を入れないと難しい部分ってなるのね。まあ、話はそれるけど、機能分析の指導って何かって言ったら、上の形から見ていくんじゃなくて、体の中で何が起こっているのかっていうことを分析していきましょうっていう考え方なのね。だからそこには、やっぱり工事だけじゃなくて、専門家も入れていかないとなかなか難しいものがあるから、機能分析の指導っていう人のマニュアルがあるわけじゃないから、見方の問題だからね、体の中から見ていこうねっていう視点だけのことを言ってるだけだから、だから、まあ、機能分析も完璧じゃないのね、医者だって完璧な診断できないでしょ、機能分析をちゃんとできる人が医者だから、だからやっぱり医療っていうのがうまく入ればね、もっと良くなるんだろうなとはこう思うんだけど、そういう意味で、やっぱりその、なんていうの、まあ話戻るけど、いいとこを伸ばしていいの、悪いとこを伸ばしたらいいの、悪いとこ伸ばしたらダメか。悪いとこからフォローしていけばいいのってなってくると、こうバランスがやっぱり重要で。で、中にはいいとこ伸ばしてもいいっていう子もいるのよ。なんかこう、そんな動きに問題はなくて、すごくこの、なんていうかな、こうパワーがあって、なんかこうね、流麗に動いてっていうんだったら、そこのいい部分をこうしっかりこう伸ばしていけば、ぐんとこう伸びるしね、そういうのはね。で、多少のその、なんていうのかな、プレーとかにその多少の問題がね、欠点があったとしても、その欠点よりも多分このいいとこ伸ばした方が多分伸びるんだろうな、っていうふうな子に関しては、まあ当然のごとく、いいとこをしっかりこう伸ばしていくっていうね、その子の、特性を伸ばしていくっていうのは、いいので、そういう子に関してはやっぱり、なんていうのかな、いちいちちっちゃいところを細かく細かくチェックするから、いいところをどん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 前向きにやっていいと思うんですよね。いや、それはもう本当になんていうのかな、その子次第だと思うんですよ。で、なんていうのかな、いいところ伸ばして、OK なこと、悪いところをまず改善しなきゃいけないっていうところの、大きなね、まあ、パッと見の違いで言ったら、身のこなしがいいか悪いかを見てもらったらいいと思うので、もう明らかに身のこなしがいいっていうのになってくると、まあ、骨と骨の動きがスムーズで、で、筋肉と筋肉の動きもほぼほぼスムーズなんだろうなと思うのね。で、これをなんていうか、リズム能力とか、それから連結能力とかっていうのね。で、そこがまあ、ほぼほぼできてるんだったら、いいとかこう伸ばしていっていいと思うのね。ところが、その、まあ、言ったら、なんていうの、この、特にこの骨と骨のこの動く、こう、タイミングっていうか、リズムっていうか、そこがこうね、根本的におかしいことかってなってくると、どういうんだろう、あと、連結能力ね、筋肉のこの、なんていうかな、力のこの順序なんだけど、そこはね、申し訳ないけど、いいとこ伸ばしようがないっていうか、もともとがだって根本的な動きがぐちゃぐちゃなんだもん。だから、そこはね、やっぱりこう調整していってあげる必要があるんじゃないのかなと思うのね。で、まあ、そうですね、もうリズム、体の中のリズム能力と連結能力ですね、もうここをなんとかちょっとしていかないと厳しいんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、動き方とかね、それまたちょっと概要欄に載っておくし、家でできるね、動き方講座もあるから、もう特に低年齢からやった方がいいですよね、これね。で、また機能チェックっていうのもね、2時間ほどかければ多分大まかなところできるから、ちょっとファンクショナルテストっていうのをちょっとアイデアにしてテニス向きにちょっとアレンジしたものなんですけど、なんかいろんな問題が出てきます。で、それで解決の仕方もね、各自にこう伝えできるような内容もやってますので、うちのね、試合会場なんかでもね、来てもらったら詳しい話もできるし、まだ土日にやってる練習会もあるからご相談いただければ、まあそこでもお話もできるので、一回ね、まあわかんない方は来てもらった方がいいんじゃないのかな、というふうにこう思いますね。ということで、
あの、中にはね、あの、いいところを伸ばしていこうっていう考え方もいらっしゃいますけど、ちょっと申し訳ありませんが、それだけではダメです。ね。あの、いいところを伸ばせる子もいるけど、ちょっと悪いところをこうフォローしなきゃいけないっていう部分の子もいるから、一律みんな同じにはいけない。なので、見極めをちゃんとして、この子はいいところ伸ばした方がいいタイプなのか、悪いところをフォローしていた方がいいタイプなのかっていうのは、ちょっと、あの、しっかり見た方がいいよと。で、その、ポイントっていうのが、明らかに動きがおかしいことに、ねねってる子っていうのは、もう明らかにもう自分のね、まあ、思った通りに体が動いてないんだもん。だから、それでもなんかごまかしごまかしね、こういう面合わせてピッピッとかね、細かい、最後のところでピッピッってこうね、あの、要領でできる子はいるけど、そのままやっちゃうと多分厳しいだろうなと思うね。もう中にはいるよ、なんかこうね、あの、もう、なんかこう、一般の人でね、もう30代、40代ぐらいの人で、なんかこの、なんだって送ってきて、綺麗になんかこう、決めちゃおうってのはいるから、ノーとは言わないけど、でも、そういう動きでプロになれるわけないでしょ。で、プロに全部なれとは言わないけど、じゃあインターハイ、インカレで、あの、なんか、あの、活躍できる、今までそんなインターハイ、インカレで活躍した人の中で、なんかこう、くねねって、くねねって、全部くねねって打ってると見たことあります？そんな、ないでしょ。そんなね。あの、だから、そこはやっぱりちょっと動作改善はちょっとしといた方がいいんじゃないかなと思ってね。あの、と思います。まあ、わかんない方はまたいろいろ連絡いただければと思いますのでね。あの、まあ、皆さんね、自分を見て、まだ我が子を見て、いいとこ伸ばすタイプか、それと悪いとこフォローしなきゃいけないタイプか、ちょっと考えてもらった方がいいかもしれませんですね。というわけで皆さん、頑張ってください。